まん延防止等重点措置の延長について、国に要請をすることを決定いたしました。道は対策本部会議で今月20日までとなっているまん延防止等重点措置の期間延長を政府に要請することを決めました。新規感染者数は減少傾向にあるものの、依然として病床使用率が高いことなどが理由です。延長された場合、期間は2週間から3週間を想定していて、引き続き全道を対象とします。飲食店への時短要請など現在の対策はそのまま継続する見通しです。全国的にピークアウトということで迎えていく可能性があるということも見据えて、この解除基準、考え方、こういったものをやはり国として明確に示していただきたいと思います。鈴木知事は全国知事会でまん延防止措置の解除基準について要望を出したほか、1ヶ月以上記者会見を開いていない岸田総理の対応についても苦言を呈しました。政府は今週金曜日に対策本部を開き、北海道を含むまん延防止措置の延長について決定したい考えです。